デジタルサイネージとは、屋外などで使われる電子広告です。メディア学部では、このデジタルサイネージを活用したサービスの研究を行っています。例えば、人のジェスチャーで 4K の高解像度な画像を動かすことができるインタラクティブなサイネージを開発しました。まず最初に、一眼レフカメラで360度の写真を撮ります。これをつなぎ目がわからないように学生が細かく編集をします。次に VVVV というプログラミングソフトを使ってインタラクティブな操作を可能にします。マウスやキーボードを使って画像を動かすことができます。さらにキネクトをつなぐとジェスチャーでも操作ができるようになるため、まるで自分でキャンパスを動かしているかのような感覚になります。このような仕組みは、遠く離れた場所を疑似体験することを可能にします。オープンキャンパスに来た皆さんが、広いキャンパスを回らなくても短時間でキャンパスライフを体験できます。デジタルサイネージ作品は、デザインやシステムなどを複数の学生が役割分担して制作します。他の学生とディスカッションを重ねることで、これまでにない発想が浮かぶことがあります。まだ世の中にない作品を一緒に作りましょう。